いたやつ。あ、やっと見え出したって。一回り終わった。この前な、眼科行った。目がしょぼしょぼして疲れてかすむんです。そしたら看護師さん、ニコッと笑ってこう言ったんです。大丈夫ですよ、ただの老眼です。どこが大丈夫でただのやねん。若い頃な、お前禁止やろ。年取ったら遠くがよう見えるようになるで。そっか、お月さんいっぱい見えるの治るんかなって。近くの門がよう見えんごとなっただけ。これ運転よ、これパソコンよ、これ歩くときよって、俺メガネのコレクターや。でもたくさんありすぎてな、かけてみらんとわからんし、違うのかけたこと多分あるね。昔上司にめちゃくちゃ怒られた。俺の資料はゴシックで14ポイントじゃ。なんなんあいつ、わけわからん。あんなんで怒るとかおかしいやろ。でもその上司な、ちっともおかしくなかったんやで。画面を指でこうやってくださいって。おお、これはええで、大きいしくっきり見えるやん。でも見えるとこが狭くなりすぎて話によーついていかんのですわ。